こんにちは、沙織です。今日は、ポンドドルのチャート分析を撮ってみようと思います。こちらが月足です。このように今ここから下げてきてます。 MACD もゼロラインよりも下です。週足は下降パーフェクトオーダーがここでできています。 MACD でも下降トレンドですね。で、日足はこちらからこう上昇してきて、ここでトレンド転換が起きて、今下降トレンド中です。はい。そして4時間足では、ここからここを高値にしてここまで下がってきて、そしてフィボナッチをここから引いてみると、ここの 50% のところまでまずとりあえず行って、その後下がって、でそしてまたぐっと上がって、この 61.8 のところをちょっとヒゲで超えましたけども、だいたいこの辺まで行って、でまたガクンと下がってきてます。MACD では上昇、ゼロラインより上ですけども、デッドクロスになっています。そして EMA もちょっとまた傾いてますね、下に向いてますね。で、1時間足ですけども、1時間足ではちょっとここをヘッドにして、ここまずこう上昇してきていて、ここで上昇パーフェクトオーダーができていて、ここでヘッドでショルダー、ショルダーって感じですね。だからヘッド&ショルダーっぽくなってますね。で、こちらでは MACD ではダイバージェンシーが起きていますので、この辺りですね。この私が昨日ちょっとチャート分析をこれ撮ろうとしてた時があった、撮ったんですけど、ちょっと音声がうまく撮れてなくって、でそれがこの辺だったんですね。で、この時点で私が読んでたのは、やはりここでヘッドでショルダー、ショルダーでヘッド&ショルダーで、ここでダイバージェンシーが出てるので、ここから下がるだろうなって思ってたんですね。でもちょっとこの小さい足で見てみると、もっとこの辺だったのかな、すごくこう本当にこうこの EMA がもう本当に接近している時で、 MACD でも本当にゼロラインと同じぐらいのとこだったんで、本当にこう上上下どっちに行くのか全くわからないような状況だったんですね。で、だからもう昨日は、これは本当にもうどっちに行くのかわからないから、今はこう手を出さないようにしとこうと思ってて、もし行くとしたら、このその時点でここがその赤ライン、サポートラインで赤いラインが引いてあって、ここが青いラインだったのかな、ですね。ちょっと5分足で見てみます。違うか、いや15分足でいいですけど、そうだから、こういう時はどっちに行くか本当にわからない状態ですね。だから、上昇トレンドが継続するとも見えるし、このダイバージェンシーもこう出ているので、下降に行くかもしれないっていう、こういう時点だったので、昨日はこの見てるだけで終わってたんですけども、そしたらその後このようにぐーっと下げて、ここまで行ったんですね。ここはちょうど先ほど引いたフィボナッチの 50% と全く同じところですね。だからここまで一遍下がって、で、その後、このようにここまで行ったんですね。ここちょっとフィボナッチで見てみようかな。ちょっとこの
どこまで上がったのかをフィボナッチでちょっと引いてみてみると、ここが今ちょうどこう 61.、 待って63、38、50、そう61.8、ちょうどここの 61.8 までやっぱりこう上昇したんですね、この時ね。でそれでそこでガーンと下げてますね。で、ですので、そう今のそうそこ、ここまで行って61.8まで行って、でトレンド転換がで、ここで結局だからヘッド&ショルダーが形成されたっていう感じになって、で、まあ、あとなんか指標が何かがあったのかもしれないですけど、ガーンと下がってきてますね。でちょっとここ、このラインを見てみようと思いますけども、ここは急激にこう売りが入ってこう下がってきて、でこここのラインがここと同じ、全く同じですね。ですのでここの安値を目指してガーンと下がってきて、でここまで来るだろうと思っていた人たちがこの辺で利食いをして、利食いをしたために買いが入るので、この辺でこうちょっと動いて、で一通りここで買いの、利食いが終わったので、またトレンドが継続してガーンと落ちたっていうことですね。でその落ちたのが今度はここの最安、ここの安値と同じところまで全く行って、で止まってるっていう、でまたこうここで利食いが起きたっていうことですね。ですのでここは下降パー、あじゃなくて、弱気フラッグですね、ここ、この部分ね、と言えると思います。でこういうふうなこうフラッグが形成される時っていうのは、ここからここまでの幅とここからここまでの幅がほとんどこう同じ状態になる可能性があるっていう、いわゆるこの N 波動っていって、ここの形が N に見えますので、N 波動の時はここからここまでの幅とここからここまでの幅が、うん、でこう予測ができる、ここまでいた時に今度どこまで下がるのかっていうのが予測ができます。でそしたらきっと多分このここの安値と全く同じところぐらいが多分たくさんの人が予想した場所だったはずなので、ここで利食いが入って今こういう状態ですね。で次ちょっとここのフィボナッチを消して、でここのこの ここからここ今どこまで下げてるのかっていうのをフィボナッチでこれを見てみます。そうすると今ちょうどこのぴったり50のとこまで落ちてきてるんですね。ですのでとりあえず今ここまで落ちてきて満足してる感じなので、しばらくちょっとここで停滞するか、またちょっと上昇するかして、でまた下げるんじゃないかなと思ってます。というのは大きい足的には今こう下降のトレンド中ですので、ですね、こう下降トレンド中ですので、多分まあとりあえずここの最悪ここの安値までは行くんじゃないかなと思います。でももちろんまっすぐガンと落ちるわけじゃなくて、こうレンジとかになりながら落ちるんじゃないかなと思います。では今度ここのフィボナッチをまた消して、じゃあ今度ここどこまでこれ上がっていく、今度上昇するとしたらどこまで行くのかなって思って見てみると、ちょっとここでフィボナッチを入れてみると、ヒゲはあんまり気にしなくていいと思うので、この辺でここで合わせると
ですね。そしたら23.6がここで、38.2がここ。この38.2が全くここの安値、ここのサポートラインと全く同じですので、ここまで上ってくる可能性が1つで、その次が50%もありますけど、その上のこの61.8、この61.8がここと全くこう同じ重なってるラインですので、ここまで上がってくる可能性もまたあります。ですね。ですので、からもうちょっとこう、だからこの辺がこの辺までまた上がったりして、レンジになったりしながらで、最終的にはここまで落ちるんじゃないかなと思います。じゃあちょっと今日の分析はこれで終わりにします。